どれぐらいあるよこの石段、あの瓶まで、200段までないぐらいか。はい、ちょっと上がってみましょう。これが本当やね、手すりはね、真ん中がね、よくいろんなとこもあるけどね、左側に遠いところに手すりがあるのがね、よく見受けられるんやけど、あれはおかしいですよね。どうぞ、小野の妹子の墓、いや、ここじゃないんですよ、上ですよ。これは大阪緑百選、珍しいね、こんなんね、葉っぱがいっぱいあるの、いつもね、綺麗にしてはんのに、ここに祠が立ってる、これなんだろうね、ここね、これ、ここね、なんすよね。お、トイレがあるね、自由にお付けください。上がってみましょうか。池の坊さんのね、持ち物だそうですんでね、これはね、町の管理じゃないんですよ。池の坊さんの管理なんですよね。だいぶよく倒れとるね。ああ、こっちも倒れとるがね。まあ、普通の墓でね、塩粉とか、で、真ん中がね、ちょうど中心じゃなくて、左に寄ってますよね。はい、失礼します。お、これ私取ったな、これ。これは、私になってますよ。もうこの辺もなんか、あら、これだけ使われることは、こう石棺とか入れてくれてるのかね。あれは慣れてんじゃん、これ。入られるもんね、これ。あっこね、あの横はちょっと見てみようか。ここね、ここ塚になってますからね。ここに石室があるかもしれんな。まあね、千何百年もほったらかしちゃったらこんなになるんよね。まあ、大国がこんなんでございます、ね。はい、ありがとうございます。この横がね、ここにね、おのおのこの箱になってましたよ、これね。はい、横からちょっとせっかく見れるから飲めてみようか。あら、大きな木を切り倒してありますね。これもね、切られた後にまだね、芽が出て大きな木が出てきますよ。ほら、あれいっぱいの木が。この横からちょっとね、覗きたいんだけどね、覗けるかね。お、覗けるね、ここから。あら、ないか。それが石棺まで違うんかや。違うかね。石棺見えるかもだけど。見えないよね。見えないね。これ何年ぐらい前にこれ削除しあったんだろうね。全く見るとこ本当に見られへんがね、これもう。ああ、見えませんね。やっぱりね、見ることできませんでしたわ。これやもんね、やぶになってるもんね。あの雰囲気、あの辺にこの辺にね、なんかね、ないか。やっぱり見えないね。木やね、ちょうどマウンドがそこあるからね、反対側だよね。ここは休憩所ですか。全く疲れてないね。あ、一応の木でございました。直径が90センチ以上あるかもしれないね、これね。あの横から眺めるとこないかね。いやー、見えませんわ、石室は。見えないね。目視でも見えない。まあ、南に開口やからね、
あの反対側もね、どう考えてもこっちが東やから、東口南やからね、こっちじゃないもんね。あら、もうあそこ入れんか、入られんな。はい、すみません、あ、見られませんでした。はい、見れませんでした。はい、この妹子さんの墓でございますが、あれはなんか遣隋使やったかね、中国が渡られてね、そして飛鳥時代に活躍されたらしいんやけどね、池の坊さんの今ね管理されてるらしいけどね、こんな葉っぱが落ちてるの初めてやね。いつも綺麗にしてはんねんけどね。はい、ありがとうございました。小野の妹子さんの墓でございました。